高さとは垂直方向の長さのことである。重力が働く環境下では重力方向の長さを指す。また空間的な物理量としての高さ以外に温度、比率、頻度、価格などの高さで表現するのが一般的である。高さが大きいことを高い、高さが小さいことを低いという。高さの計量には通常、 長さと同じ単位が用いられる。国際単位系では、ミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートル等である。地理的な、高さはメートルで表す。明確な区別はないが、10キロメートル程度より、上の高さはキロメートルで表す。距離同様、メガメートル以上の単位は使わない。借感法では、高さの単位には、値が、どんなに大きくなっても、 尺以下の谷が用いられる。例えば、日本アルプスの高さは、一万尺のように言う。ヤードポンド法では高さにはもっぱらフィートが用いられており、ヤードが用いられることは、ほとんどない。全地球の標高レリーフマップ地理での高さは、平均海面からの高さである標高が用いられることが多い。の2地点を取った場合、両地点の標高の差を飛こという。 地志学では、ある山や丘の頂上について、その頂上を囲む、東高線の中でその頂上よりも高い地点を含まない最も低い東高線からの飛行のことを、プロミネンスという。日本では、本土から遠く離れた離島における標高を除いて、東京湾の平均海面である、東京湾平均海面を標高の基準としている。実際の測量の基準点としては、 かつて参謀本部の陸地測量部が存在していた敷地内である国会前提に設置された日本水準原点を用いている。なお、海抜も高さを表す表現で一般的には標高と同じように用いられているが、東京湾ではなく近くの港湾などの平均海面を基準としている。津波対策や低地対策。 高潮対策などでは、東京湾よりも近隣海面との比較が重要なため、各地点の海抜表示看板や、海抜ゼロメートル地帯という言葉などにおいては、海抜を用いるのが一般的である。地球以外の天体では、海面が存在しないので、海面の代わりに使う適当な基準面を天体ごとに定義する。平面上の地図では、 等高線で標高を表すことが多い。地理情報システムでは、数値標高モデル、震度、推進という。海の場合は、海底の標高からマイナスを取った数値である。湖や川の場合は、平均湖面の標高から推進を引けば、推定の標高になる。あるいは、平均湖面標高から、水底の標高を引けば、推進になる。海岸や、 故障の推進は、等身線で表す。潮の干満、高潮、津波、洪水、渇水など、水面の高さに注目するとき、その水面の高さを水位という。水位を表現するときには標高を用いず、その地域特有の任意の基準高さから測った、高さによって表すことがある。河川が、堤防から溢れる危険がある水位を危険水位という。 水面だけでなく、ポットやボイラーのような容器内の水面についても使うことがある。地上に存在する物体における地表面から測定点までの垂直距離を地上高という。屋外看板や無線アンテナなどの高さによく用いられ、これは設置地上高とも言う。アンテナでは地上から給電点までの垂直距離を言う。一般的に地上高という用語は、 むしろ地面からの最大高さに用いられることが多い。建築物における地上高とは、建築物が接する最低の地盤面から建築物の一番高い箇所までの垂直距離である。流木の地上高も同様である。最低地上高最低地上高とは、自動車用語で、水平な地表面から、車体の一番低い箇所までの垂直距離を言う。 規格地上高はしご付消防車の規格地上高は、ようやくすると無負荷状態ではしごを最大規律、最大伸長した、際のはしご最上段の横山の中心もしくは、バスケットの支持ピンまでの地表面からの垂直距離を言う。はしご車はこの規格地上高によって急別に分類され、消防機関が消防車を調達する際の総務省、消防庁による、 国家補助の基準額が決まってくる。空中にある測定点の高さを言う場合は、高度の用語を用いることが多い。このため航空機が飛行する高さについても、高度を用いる。通常は、その地点の海面からの高さ、すなわち、海抜で表示する。海面からではなく、地表面から測った高度を、大地高度という。二次元図形の高さは、 ある一辺を底辺とした場合に、その底辺を含む直線から最も遠い図形状の点までの距離である。例えば、三角形の場合は、右に一つ選んだ底辺に対し、それに属さない、第3の頂点から底辺に下ろした水線の長さが、高さである。台形の場合は、平行な辺の組の片方を底辺とし、平行な2辺間の距離が高さである。 三次元図形の場合は、同様に、ある一面を底面とした場合に、その底面を含む平面から最も遠い図形状の点までの距離が高さである。円錐、角錐なら、頂点から底面に下ろした水線の長さである。円錐台、角錐台なら、平行する二面間の距離である。国土交通省メールマガジン平成25年8月5日、付、日本水準原点を、 ご存知ですか国土地理院 Q&A。標高と海抜の違いは何ですか標高の決め方変わります。NHK2018 年3月26日。ありがとうございます。